はい、こんにちは、サルリンです。あ、よく考えたら最初のページが違うけど、いきましょう。女性パターン、レデシシレデタ、楽しむシャドーバース。はい、というわけでやってまいりました。今回もとりあえずランクマッチ優先でやっていきます。まずはただ30 まあ34にはならないんだけど、2個ぐらいデッキ完成してないから、でも32回ぐらいでまた使わなきゃいけないんだよね。大変だ。その後ルームマッチか。結構しばらくシャドーバースの動画上げまくるかもしれないですけど、まあその辺は本当暇な時にでも見てくだされば嬉しいかな。というわけでいきますか。それ前回ね、あっさりとドラゴネスが、ローテドラゴネスが負けてくれたので次はローテネクロ。あ、ローテネクロ、ローテネクロか。あ、これまだ全然完成してないね。これ愛車型にできるからね。うん、 OKOK。これはね、組み直し個体があるね。うん。さて、どう攻める。あ、これダメですね。はい、大丈夫。とりあえず、アイシャちゃんをフィニッシャーに据える形で異論はない。異論はない。異論はない。ガンガン出して、ガンガン、ネクロマンスを序盤からしっかり貯めていく感じの方が良さそうな気がするね。いや、結構軽めの構築でいいと思うんだけど、どうだろうね。進化時に相手のホラー2体に、2体か。だからしっかりサーチとかしながらや展開していくのがベストではなかろうかと。進化圏はね、そうだね。まあ、一応サハイスラー、あわよくばサハイスラーもできる。まあ、結構た、まあでも序盤からガツガツいかないで、両方狙った方がいいか。アンチャン、アイシャちゃんできて、サハイスラー、ないしはこの修行の使い手じゃん。ただ、ケリドエン使えないんだよね、この形ね。残念だな。このだけケリドエン欲しいよね。あ、一応回復カードなんでね。でもあんま強くはないね。マミー、バイバイマミー。ね、大事なガンガンして、まあ、普通に単純にね、突進持ってるだけでも強いんでね、この子。オディールの枠作れないかな。あんまり。まあでも一応強いんだよな。1枚入れとこっか。全然まだアクション見てないんだよね、動きを。アヌビス。まあ、女の子じゃねえわな。だよね。イラストがあんま見えないけど。女の子じゃないよね。あれ、ちょっと待って。気になり始めた。とりあえずここ入れて、47枚。オーバーしすぎ。フィーナちゃんはいらない。ここは必要かな、やっぱり。除去は必要だからね。まあ、ただ除去結構入ってんだよな。怨恨。怨恨か。怨恨打ちますかね。打つかな。まあ、打つか。このカードいらないかな。面白いんだけどね。いや、多分大丈夫だよね。アヌビス多分今何回か分解したことある気がする。しとこしとこ。最悪で嫌だから作り直せる。こいつは守護持ってんだっけ。まあ、ただそういう構築じゃないんだよな。結構ガツガツいく感じ。ここ1枚ぐらいでどうしてもいいかな。で、まあ、ミントちゃんは一応あわよくば愛車さんのために使おうって感じかな。まあ、こんな感じでいいんじゃないかな。とりあえず、まあ、割とガン積みガン積みしてる私らしい構築になってるが、まあいいでしょう。ネクロアサシンとかも、刺したいシーンはあるかもしれないけどね。よいしょ。そうだね。まあまあ、いいんじゃないかな。はい。完成。サクサクいくよ。結構ね、大変だからね。まあまあ、楽しいからいいんだけどね、私は。はい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 。こんな感じね。ここはサムネ用みたいな感じ。さあ、行きますか。バトル。ランクマッチ、ローテーション、ネクロ。さあ、行こう。
前みたいに勝つまでとかやってたらもう多分無理だろうからね。負けたら切り替えていくよ、どんどん。うん、ストアプリースです。例えば、レベル上限100超えたんですよね、キャラクターの。すっかり忘れてたけど。めっちゃヘビーいますけど。お、このステージで負けるわけにはいかないね。ウィッチ多いのかな、やっぱり。てか、あれだもんね。やっぱドロシーの時強いよね。ルナを守ってね。手加減なしよ。本気で行くわ。うわー、激事故していく。レモンイーター一応、いやー、いらないかなー。あってもしゃあない。あとで欲しい。まあいいでしょう。まあ、オディールね。オディールのアクションビデオが今回の一応目的かな。よろしくね。秘術型？よろしくね。どんとも言えないね。ただあれ単純にドロソになり得るから。どうだろう。キラキラのお星さん。なるほど。お星様よ、おいでませ。パストールが加わったらしい。どんな引きしてんだよこれ。魂って鮮度が大事。あ。これエンコンの方が良かった。失敗した。これエンドにか。まずった。アドバンテージ取られた。アドバンテージ取られている。しくったね。完全にしくったね。お星様よ、ね、おいでませ。ファンファーレ効果じゃねえ、あれ。やっちまった。はぁ。これ進化したらなんだっけ。そうね。やっちまったな。今更だな。星になっちゃう。まあいいや。とりあえずね。いやープレミだわ。速攻でプレミしていく。いや全然いいことないんだけど。なんじゃそりゃみたいな。ああ強っ。いやー腐るな。いやー弱いですよー。まあね、耐えてなんぼのデッキでもあるんだけど、生き入れしまくってますね、これも。あいつ相手の方が全然ドローしまくれるから、言うみたいな。ゾンビ出た。アイシャちゃんか。飛び込みつけたゴム！ハコンちゃん一応キープしときたくない？打っちゃうこれ、もったいないかな。進化圏はキープできてるから、で、釣りはあわよくば、あれか、オディールで攻めていくみたいな。まあ、アイシャちゃんいるから、アイシャちゃんフィニッシャーになるから一気に10点ぐらいバンバン殴ってくるんだよね。一応、エンハンス10だけど。あとネクロが10か。ネクロ10達成できねえな。ちょっと常にネクロ消費してるからな。結構考えている。そうですね。フォルックスを初めに歌おう。これさ、これで決めるわ。逆に相手の場が埋まってたらさ、もはやオディールって実は強いんじゃない？どうなんだろうね。逃げるごめん。どうなんでしょうね。試すとき。今は式は白いと。おお、美味しい美味しい。美味しかった。あたしの手を取って。二度シモルクスを初めに歌おう。光に目を奪われない。入ってくるんだ。これ何無限ループこれ。じゃないか。これは変態。ああ。ノバフレア。どうしてよ。あら。闇魔術などに負けませんよ。光を見よ。ここは差配すらすんの微妙だね。いやでもいいか、いいか、いいのか本当に。まあ一応結構取れるアクションはあるな。まあ一回ぶっ放しちゃった。争いは見にくい。悲しみを歌いましょう。ワンチャンまだ勝てるかもしれない。争わないで。ダメ。私に逆らうのかね。帰ります。そっか、あのオディールとかいいね。相手の場が埋まってるとさ、デメリットなしで使えるんだもんね。ありだな。うわ、なんか来たー。
ハンカチだー。なんか変なのになった。よくわからん効果だ。覚悟はいいかしら。で、運んちゃんで倒したらよく。でもなーだよね。どうしてそんなに愚かなの。でもあれ、ハコンちゃん使うのもったいない。主語持ってて変換させた。でもあれ倒さないな。ウィッチだもんね。サファイスラで、もったいないね。じゃあハコンちゃんでいいか。魂って鮮度が大事。相手くらいなら私だって。いやー、やっぱミントちゃんがいないと。でもワンちゃんミントちゃん引けば一気にあれか。やれないこともないのか。いくわ、なんか変な態度始まり。キラキラの。それがテーマにする。お星様よ、おいでませ。これサファイスラなんて悠長なこと言ってると攻撃のあいつが殴れないだろうか。ちょっと回復しとく。悲しみを歌いましょう。ねえ、また遊ぼう。奏でるは悲しみの調べ、争わないで。シャパーン、魔法師になった。この今しめも、ね、レリーは燃えなさい。攻めていく。いやー、でもアイシャちゃんが使いづれな。怒んないでよ。人を持つのはエンハンス銃なんですか。でも一応か。これ勝ってる、もしかして。私はお前に終わりを告げる。見せてあげる。実は勝ってる。アイシャさん強くね。永遠をさまようがいい。燃えなさい。私の負けね。おう、あ、強いな、アイシャちゃん。やれるね。持っといた方がいいな。なるほどね。はい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 。なるほどなるほど、こうなるのか。あ、なんか達成した。ちょっと一回ミッション。一回キャップ戻んてダメか。なるほどね。やっぱアイシャちゃん強いな。フィニッシャーだな。うわ、なんかなんやねジュールって。これ変えたいな、変えたいな。あれっていうか、これさ、ソロプレイ今やる気ないんだよね。ソロプレイミッションって入れない方がいいのかな。よくわかんねえ。よくわかりませんね。すいません。はーい、BP 達成報酬もらった。じゃあ続きます。なるほどね。まあ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 。そうだね。まあ、なんも妨害なければ10点バーンって殴れるんだもんな。進化圏残しとけば。進化圏挨拶なんまで残しとくっていう、今はたまたまだったけど、まあありだった。まあ最初の序盤のプレミちょっとあれやったけど。パパ、ママ、ルナを守ってね。ポンちゃんはアートデザスパートじゃないから。戦えるんだから。序盤はいらない。わあ、そこいいかね、修行の使い手もいたな。でもそっか、一応か、早々しとくとっていう話。いや、でもまあいいか、別にケリドウェンいるわけじゃないしね。よろしくね。そんな早くできないから、この時は。波の音は知識の源。これは早いですよ、相手早いですよ。間違いなく早いですよね。これはだから、なんとか耐えていかないと。ゴブリン欲しいかもね、ゴブリンスレイヤーじゃなくて、なんだっけ。ゴブリンハンターだっけ。早いね。間違いなく早い。で、早いデッキに先制攻撃を先制。でも、いいね。エンスの声いいね。ワンチャンあるよ。しますか。相手の展開状況によっては次エンサもありだね。視野に入るね。
そんなにタフネス1のやつがいっぱい出てくるとは思わないけどね。意外な。そうなるよね。ああ、そこ引いてきたか。じゃあまだいいか。飛び込みつけたごめん。それでも処理したい気持ちもあるんだけど。これも仕事やで。こっちはね、すごいね、耐えてなんぼだよね。耐えながらネクロマンスを貯めていこう。そういう感じで一つ。まあ一応除点2枚本当にあるから。ああ、なるほどね。そういう感じ。まあ進化できるけど、誰が進化しますかっていう話か。進化するほど強くないんだよな。でもまあ、どっちがいい？まだ早いからな。いや、ハコンちゃん進化しない。魂って鮮度が大事。あ、でもこの子さ、4、3にしかならないんだよね。あいうちやん。先生にバイバイしてね。ないな。ジュルリー。ないな、その選択。眩しくてるもんね。海こそ我が家。で、ハコンちゃんもったいないから出さない。微妙だな。だったら冥府地に打った方が早かったな。失敗したな。こういうとこよね。進化権もったいねえもん。この時の進化権大事だよ、結構。大事にしていこう。さて、復讐を叫ぶのだ！ゴブリンエンペラー。ゴブリンテックって感じかな。ここで決めるよ。暴虐を巻き起こせ。逃げろごめん。これエンサでいいかな。アコンちゃん一人出しちゃっていいか。一人構えてりゃいいよね。魂って鮮度が大事。許さない。憎い。憎い。貴様ら、まあ、なんとか耐えられるかな。ただイスラフィール欲しいじゃなかった。サハクイエル欲しくない？サハクイエル。いや、さっきの進化権もったいなかったな。まあ、メイフシン逆にうまく生かしていく。でも相手そんな大型出てくる気配ないじゃん。あ、プラスされた。ああ、進化しな、相手しなかった感じね。まあ、そういう感じだろうな。きついな。きついな。もう少しマシな魂はないの？結構すごいね。あれ、スルーしたくないんだよな。次まで繋がんないんだよね。いや、きついな。ハコンちゃんが本当弱くなったのきついわ。なんでこの子。まあでもイスラフィール構えてっから。スルーしよう。ほんまかこれ。上からサハクイエル引けるかどうか超重要だよ。鏡の世界何倍ですか？ 3 倍目か。ねえ、何して遊ぶの？ニュートラルで吸い込んでったのがよく分かった。何して遊ぶの？私は舞台で進化してパンプか。とっておきだよ。いや、これほんとイスラフィール。舞台の上でじゃない、サハクイエル。サハクイエル欲しい。怒んないでよ。サハクイエル。ああ、引けないよね。知ってた。魂って鮮度が大事。閉幕ね。入られますかねこれ。さて、仕事しますか。サハクイエルいたらこんな困んないんだけどね。ルナと遊ぼう。一点プレイヤーに飛ばしてもよかったか。大丈夫、死んだら神様が待ってるよ。これも仕事やね。ハッピーをあげるブ。弱すぎる。弱すぎる。どうすんのこれで。イースラフィールとか持っててもサークルなかったら意味ないしな。やっぱドロソ大事だよね。ドロソ一応ね、デーモンイーター入れたんだけど。究極の食材を来たれ。まあ、逆に言うとサークルじゃないや、9までいけたら勝てる。やばいぞ。引けるか、引けるのか、引けるのか。やったー、ありがとう、ありがとう。争いは見にくい。何やったかなんとか。結構気がどいけどね。悲しみを歌いましょう。争わないで。ひっどいなー。腹がついたらまた会おう。え、何これ。
え、知らなかった、マジか。ジュルリ風に吹かれて、そんな効果あんのか、あれ知らなかった。アジか、じゃああれ先に潰さなきゃいけなかったんだ。ああ、慌てた。争うことに、あんなカードあったのか、知らなかった、知らなかった、クソー、やっちゃった。負けたから、タグを耐えられればワンチャンだけど、なんとかイスラフィール立たせてほしい。ほっぺをぶち落とすぜ。いやー、やっちゃったな。あ、どうしてそんなに愚かなの。俺に従い、ほっぺをぶち落とすぜ。痛い。いやー、負けたね。あれはやっちゃったな。勝ってたかもね。悲しみを歌います。あの進化圏も無駄にしたのも敗因だよね。いやー、これはプレミだわ。知らないことは罪です。すごいすごい。いやー、マジプレミ落ちそっか、あんな効果あるんだ。変なバリアついてたんだね。よく見たら、ああいうバリア効果つけるやつもいるんだな。なるほどね。いやー、さすがにあの上から上からサハクイエル引けてテンション上がりすぎちゃったわ。確認すればよかったね。いや、多分この試合は勝てたね。はい、これは反省だわ。まあしょうがねえな。まあこれで覚えたってことで。なるほどね。ああいうカードもあるのか。まあ確かにバリアつけるカードって昔からあったよね、確か。あった気がする。はい、というわけでね、負けちゃったんで次行きますか。お疲れ様でした。バイバイです。